はい、皆さんおはよう,はようございます。岩スペシャルの時間がやってまいりました。ごめんなさい。ちょっと遅れてしまいました。大変申し訳ございません。えー、公共放送ですがね、えー、宮地ちょっと失態してしまいました。えー、10分ちょっと遅れてしまいましたが、岩スペシャルの時間がやってまいりました。土曜日の朝、皆さんいかがお過ごしでしょうか。えー、外は素晴らしい天気ですね。海がこんなに青いなんて。 そうあのー、この放送局からですね、えー、茶炭の海が、えー、見えるんですけどね、丘の上から、素晴らしいですね、船も浮かんでおります、さあ、こうして、えー、天気素晴らしいですけどもね、えー、先週も放送しておりますけども、えー、異霊の日が近づいておりますね、ま、えー、もなく異霊の日が来て、今度の、えー、木曜日ですか。 木曜日ですね私、あの糸満から育役所からあのまぶりまで歩く平和行進に、えー、参加させてもらいますけれども、えー、この時期ね、u シャルでは毎年、えー、戦争の体験者を呼んだり、えーまあ、この平和についてね、えー、また基地の問題とかもそのまま継続されておりますからね戦争後のですね、えーまあ、そういうことをですね 季節ということでやってもいけないとは思うんですが、まあ、この、えー、入れの日、そして終戦にかけてですね、えー、戦争について考えるという,う放送をしております。今日も、えー、その辺の話、今日は私一人ですけれどもねお送りしたいと思います。さあこの放送はですね、えー、FM 技能点7 9 7ヘルツ f m 小座7 6 1 m ガヘル h z でお送りしております。それから追客数も放送しておりますから、えー、コメントをどしどしお寄せください。いわスペシャルはですね、福音放送ですから、イエス・キリストの愛についてお伝えする番組です。聖書についての質問等ありましたら、ぜひ、えー、送ってください、えー。メールアドレスもありますね。 メールでも送ってくださいメールアドレスは 79.797-FMGNOWAN.com m com f m com でもお受けしておりますのでどしどし送ってください、はい、早速来ましたねルドルフさんおーなんか常連さんになってくださってありがとうございますちょっと遅れてしまいましたすいませんサイ、はい、今週もよろしくです大阪は晴天で27度あります31度の予報あー大阪も暑いですね 沖縄もですね、これ30度超えてるでしょうね、えー、クーラーかけて車乗ってきたんですけど、クーラー効かないです、<laughs> ぐらい暑いね、もうね、大阪もね、大阪でも、こういう言い方しちゃうといけないけど、夏はあれですよね、殺人的に暑いよね、あの、人をなんか殴りたくなるぐらいの暑さですよね、大阪、特に南部の方って、あの沖縄以外にですね、真夏でもね、那覇なんかも、 えー、最高気温34度ぐらいにしか上がりませんから、えー、日陰は涼しいですしね風があると涼しいです、まあ、ただあのロングランですから、ねえー、10月、11月そう11月ぐらいまで暑いのでその違いかな僕、9月過ぎにバテるんですよ、ナイチャーですからねあの体がナイチシオに若干なっているところがまだ残ってて。 あのー、9月ぐらいになると秋が来ると思うんだけど秋来ないからそれで具合が悪くなっちゃうっていうそうなんですよ沖縄の暑さはちょっとまた独特ですね内地とかねた都会ねあの大阪とか名古屋とかあるいは東京なんかのあの都会の暑さあの方が暑いですよ瞬間的には、うん、だからねはいまあそんなこんなで。 えー、お送りしとりしますさあ FM、えー、あれですね、y o u r スペシャルの、うん、このタイトルですね、この y o u r スペシャル、あなたは特別な存在ですという意味ですけれども、これは聖書の言葉から取っております。聖書のイザヤ書に神様がこう言っております。私の目にはあなたは高価でたっとい。私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。 神様の目から見たですね私たち人間一人一人に対する愛の宣言ですねあの私たちがですねどんな生活をしているか、えー、もう本当にね苦しみの中にあったり悩みの中にあったり今本当にあの後ろめたいことをしてですね人に言えないようなことをしていたとしても神様はそんな、えー、私たちを、えー、愛してくださっていてあの本当に。 えーまあ、立ち直ってほしいっていうかですね神様に目を向けて、えー、本当にその状態から抜け出してほしいと思ってらっしゃいますねあの努力をしてあの頑張ってるから神様余計に認めてくださるとかそういうことではなくてですねありのまま今ある状態の本当に私たちをそのまま神様はもうあのかけがえのない存在で愛してくださっているということですね。 私なんかそれを知ってですね人生が40代半ばで変わったんですけどもね、うん、この神様のね本当に愛ですねかけがえのない愛、うん、それを知るとですね本当人生変わるしもうこう世界観世界を見る見,見方あらゆるものが変わってきますそして自分自身がまた神様の教えを実践するものとして周りにですね あの良い影響を与ええる存在に変えられていきますのでぜひ、えー、聖書を読んでくださいまた神様に触れてくださいまあね明日土曜日あ明日日曜日ですから教会、あのー、礼拝やっておりますので教会にね近くの教会にちょっと行ってみようかななんて十字架の立ってるところ是非行ってみてくださいはいさあ、えー、そんなことなのでちょっと遅くなっちゃいましたが1曲まず聞いてくださいえと、ー これはですね、この間もお伝え,えおしあのえー、流しましたけども、リビングプレイズからですね、そうですね、えー、10番、うん10、ごめんなさい、10番だって、えー、鹿のようにをお送りします。 さウドルクさん、大阪、大阪まだ暑いでしょう、多分ですね、8月、7月、8月、うん、爆発的ですね、爆発ですからね、本当ですよ。ね いわスペシャルおお送りりしております先ほあの牧師さんのショートメッセージね、えー、コメントが入っててそちらも同時に楽しんでいただければと思いますがえー、っとですね今日本当はねゲストを来てほしかったんですが、えー、今度の慰霊の日のね更新の主催、えー、沖縄の遺族会ですね、えー、の、えー、僕の、まあ、知り合いなんですがえー 山さん信子さんん信子前回もねあの去年も来ていただいたんですが、えー、お呼びする予定だったんですがちょっと都合が悪くてただあのー、7月には、えー、来ていただこうと思っております、えー、そして対馬、えー、丸ねあの沖縄の方はよくご存知あの疎開船でねあのー、魚雷で、えー、アメリカの潜水艦の魚雷で沈没した潜 700名1 4ええー、ごめんなさいちょっと正確な数字知らないんだけど子どもも入れて1,000名以上14001500うんひょっとしたら1700かもしれないそれぐらいの人が、えー、亡くなってるんですよねそれに乗ってて生き残った方にちょっとお話聞きたいなっていうことで今あの聞いてもらってるんですが出ていただけるとあの、まあ、いいなと思ってはいるんですが。 えー、皆さんのおお祈りお願いいたしますそしてえー、っとですねんゲストねあの前にもね、えー、いましたけども、えー、千歳孤児の知り合いがいてですね来ていただきたいっていうことでまだ、えー、お願いはしておりますけども出ていただけるか今年無理だったら来年かなだからね僕ちょっとねこの間からこうやって喋ったりねこういう放送してるとかあのー 泣いちゃなんだけど、あのー、平和行進行ってますよ的なねあの自分のこうニュアンスがね知らず知らずのうちに自分から出てたなーってちょっと反省することが23日前にありましてね職場でねあの職場の、えー、同僚の女性が親戚のうちに慰霊の日前後に行くんだみたいなことを聞いてて。うん なんか聞いたらやっぱりその親戚のうちに、ね、やっぱり戦争のことがあって、まあ、ご親戚のうちは多分あのご苦労されてまあおそらく何名か亡くなってたりするんでしょうねそういうことを普通に話されててまあ自分ちょっと声高だなと思って、まあ、こういう放送させていただいてるのはねとてもありがたいことでまあ、ゃらなきゃいけないし月を読んだりいろいろあることはあるんですけどもなんかねちょ,っとあのちょっと考えさせられました。 自分も行くんですよなんてなんかもっとね話を聞かないといけないなと思いましたね。というのはなんかあの本当に全然喋れてない方がいっぱいいるんだなっていう感じを持ちましたねなんかこれもなんかこうだんだんその本当にあの何てうの黙ったままのサイレントマジョリティって言葉がありますけどもねあの 喋らないままでもそういう方の方が大多数みたいなね、うん、まあ,あの近しいと人ではねあ,のにはしあ,のある程度のことは話したりっていうことはあるのかもしれないですけどそれさえもできない方がいらっしゃるというねこういうことなんだなと昨日ですね本当に、あのー、そういう話を聞いたんですよ娘さんから。 えー、思春期の時に、えーまあ、中部の出身の方ですけども家族と共に、えー、つまり軍の方に、まあ、ついていったっていうか南部に逃げてなんかね、まあ、この辺が僕あのごめんなさい本当に詳しくないんでちょっと間違いを、えー、ちっちゃいところで間違いをね あの言ってしまうのがある,あるところがあって本当に申し訳ないんですが先に南部にあの軍より先に逃げてた人たちがいるわけですよねでその後守備隊が、えー、首里の本部が落ちた後そこで降伏せずに南部に下ったわけですねだから住民はそれを予想せずに南部に逃げた人たちがいてあの隠れてたわけですね南部の。えー あのガマ、えー、洞窟にですねそこに守備隊が逃げていったもんだからどんどん住民が追い出されて、えー、守備隊はその大きなガマとかそ,のそちらの方に陣地を築いたりですね病院にしたりそういうその住民がその逆に後から巻き込まれていくっていうことがあったっていうのをちょっと最近の本で知りました。 っていうのとそうじゃなくて先にとにかく逃げてた南部の方に逃げたっていうのとねどういうふうにな,、えー、なってるのか分からないですけど、まあ、そういう大きく分かれてあるわけですよね。それで、えー、その方は家族と共にどういう、あのー、形で南部に逃げたか分かりませんが、えー、とにかくその方はねお母さんなんですよその昨日話してくださったね娘さんので。思春期の時に 南部に逃げてで、あの男弟の男兄弟がみんな死んじゃったんですってで女兄弟だけ残ってその方は長女、うん、でそのことでね要するにお父さんお母さんから見るとお父さんお母さんはまあ,あの生き残られてその戦後になってこの男の兄弟がい,いなくなっちゃったわけですねつまり跡継ぎがいなくなっちゃったっていうことですね。 そのことで本当にあの生き残ったですねこの女性特に長女の方が受けたそのダメージっていうんですかね親御さんからとかまた親戚からとかまあいろんなあの思いがあったと思いますがうーんその話を聞きましたねあのなぜあの男の子が生き残らずに女ばっかり残ったんだみたいな。 ことを言われて育つということですね。ああ、こういうのきついくないですか？きついですよね。うん。なんかもうあの存在すること自体がなんかこう。あの罪悪感っていうね。そういう中でずっとお暮らしになったようですよ。うんまあ、娘さんがね。 でそのお母さんがなぜそういう、まあ、性格っていうかそこからそういう生、まあ、い立ちの中から、まあ、環境の中から生まれてくるそのなんか作られたその性格みたいなのが、まあ、とても引っかかるっていうかね、まあ、こう親子関係うまくいかないでしょうねでそれがすごい引っかかったんだけど大人になるまでそういうことが原因でそういうお母さんの まあどういう性格かってまあちょっと具体的にどあのうまく言えないんですがね娘さんから見るとなんでこういう人なんだっていうようなところが全く理解できなかったってで最近になってですね分かってきたってもういい大人ですよ、ね、子どもさんももちろん大きくなってるぐらいのならこういうのはねどうしたもんでしょうねうん。 僕の生まれ育ちにはこういう方はいませんね自分の親とか親戚だからちょっとまああの分かりませんよその本土にもいろんなあのところありますからねあの本当に空襲大空襲受けてもうね何万人も死んだ年もありますしえー 原爆も落ちてますからねこれまた分かりませんが僕がいた田舎は田舎だったので空襲さえなかったのであの親戚軍兵隊であの行ったのはおじさんが3人ですね父方と父方2人母方1人みんな生き残って帰ってきましたそのうちの1人があのマブリの生き残りですがねえー、っと2人亡くなって1人はまだ 存命ですけどもうーんちょっとね自分のうちの話もしましょうかね誰も死んでないんですねだからあの戦死者とかあの戦争に巻き込まれて死んだっていうのが近い親族では誰もいないなですうちは、うん、ただ僕は両親が昭和1桁だったのでね、えーまあ、思春期に父も母も終戦を迎えておりますのであの 相当な影響を受けてますよ戦争の、うん、あの被害というよりはこの何でしょうこの教育っていうんですかね軍国教育これは相当影響を受けて戦後いきなり価値観が変わっちゃったわけですからねこれはまあ大変だったんだろうなって今は思いますがうんうんはいそんなことちょ,ちょっとねあの 不適切にはならないと思いますけどちょっと沖縄の人から見たらえそんなのってあるのっていう逆にえー、ちょっと思われるかもしれないですけどでも事実としてねちょっとその辺を今日は話したいと思いますさあもう一曲聴いていただきましょうえー、これは同じ「リビングプレーズ風より、えー、清い手を挙げ」。 あれ、ちょっと見てくれる、あの、ツイキャス。あの、三十分過ぎたな。コインがあるかどうか。っていうか、切り替え。ど、どっち、こっちのパソコンですか。コインがあるかどうか、見てくれる。三十分で切り替えでしょ<っ>確認しう。あ、うん、そうくれるあ、ないですね、うん。切り替えて。て一回切ります。うん。 こっちも画面ちっちゃくしちゃってからどうやってやっていいかわかんないんでててあわかりました、ね、はい追加数、これで放送終了まで切れないですかあ,ありがとうこれがちっちゃくなちっちゃったどっちどう,うのこの画面ですよあ、いはい、ネトルフさんねえ、静止車静止いませんねえ 柏から大阪都会ですね,うーんねでも僕なんかあの39年生まれで影響を受けてんだよね親からね戦後生まれだけど人を通してねそれを今しみじみね実感しますがねう はい、ユアスペシャルをお送りしております。ツイキャスでも放送しておりますのでコメントを寄せください。えー、毎日元気さんから、えー、おはようございますと来ております。おはようございます。よろしくお願いします。えっ、ー、とそうですね。先ほどから話しておりますが、あの戦争体験についてね、あのこれ自分のあの両親なんですけどね、父はあの生きてるんですが。 昭和四年でね十六で終戦だったんでですよこれで9人兄弟の末子で、まあ、兄とかが何人、まあ、半々ぐらいですねあの9人の中で半々ぐらい兄とかあの女のお姉さんとかいてですね、まあ、軍国少年ですよ、ねうん。で16ってもう本当に戦争に行く直前ぐらいで終戦来ちゃったっていう。 っ,ちゃっ,たっていう人ですよ。ならお,お兄さんとかは戦争行ってるのに2人行ってるわけですね。自分は行けなかったっていうねこの思いがあのずっと残っちゃったんですねこれ。あのある程度ね表面は納得したんですよ戦後の価値観の中でねところがねあのちょっとお酒飲みになっちゃったもんでねたくさん。 自分もそれと同じことになっちゃったんですがあのなんかね過去の心のこう傷というかそういうものがねなんかこう凍結されちゃうんですよねだからあのつい最近まで本当にあの老人になってから飲むと戦争の話ばっかりになっちゃうんですよあの兄があのどういうあの階級だったとかですねあのどういうあの なんてうんちょっとあの自分はびっくりしましたけども、えー、だからこれは僕はわからないんですがねそういう方は沖縄で見たことがないので沖縄はだって本当にそに地上戦によってあのすっごいあの悲惨な体験をしたじゃないですか戦争の。だから僕の父みたいなこうんかこう。 その戦争に行けなかったみたいなねそのこう後悔悔しさみたいなそういうものがずっとね残ってしまう人っていうのを僕は知らないんですけどもだからあの兄弟でねあの特に兄なんかは父をすごいあのバカにしてましたよねあの戦後生まれですからねそういう。 いまだに過去のそのなんか価値観に支配されてるもう相当攻撃してましたねうんで母はねまあ女だったせいもあるんだけどなんか戦争中嫌だったって言ってましたねもう本当に嫌で嫌でしょうがなかったってでもこれ文句言えないんでね批判できないんでしょうがなく従ってて母は14歳で終戦ですが もう本当に嫌だった。戦争終わった時本当に嬉しかったって言ってましたね、うん。文句言えないんでね。もう文句言うと非国民って言われちゃうわけですから。もう本当に嫌だったって言ってましたね。だからこの価値観が違う夫婦がですね、一緒にいた時に、まあ、ちょっと戦争体験だけでね、あの夫婦になってどうのこのこ夫婦仲がどうのっていうのはちょっと変かもしれませんが、やっぱりなんかね、折り合い悪かったですね。 うん、うまくいかないんですよねなんかうんだからこれはあのもうだから父なんかは僕とっても不憫だったですよね、うん、あのそういうこうなんか何かんとも言えないあの過去の,あの価値がずっと取り付いて離れないんですからうん不憫だ今ねお酒飲まなくなってだいぶ変わってきましたけれども。 本当ね、うーんそ,そういう <laughs> うちですよねだから僕なんかはだから沖縄は本当あの来たくなかったっていうか <laughs> まあ,あの自分の病気のお,おかげで来ることになって、まあ、助けてもらってね今やこんなことしてますけれどもいやー沖縄後ろめたいわーっていう感じだったですよ僕は、うん、ちょっと過敏すぎるところもあったんですけどね自分自身がそれを。 あの当事者ではないですけどもでも,でも基地もの問題もあの戦争から継続してねつながってるって考えたらねやっぱり後ろめたいですなこれは、うん。やっぱ沖縄にどうもどうもこうあれですね余分に重荷を背負わしてるっていうかねそれを感じますよね。 うん、どう考えても沖縄は相当割を食ってますよ。うん、なんかねえそれが今も継続されてるわけですけどもと自分は思うんですがねうーんそうだからちょっとそうなかなかゲストをねあの呼ぶのに難しいなっていうことを考えながらでなるべくあ,のあんまり喋ってない方に えー、出てもらいたいと思ったんですけどうーんちょっとねいろいろ考えないといけないですよねもうよくお話できる方もうお呼びしないといけないなと思ったりしましたねうん、うん、そうちょっといろいろ考えていきたいと思いますさあそれでもねえっと来,月来週とても素晴らしいゲストをお呼びします、えー、来週はですね、えー、ガマフヤの代表、えー、具志堅 えー、高松さん、高松さん、はい、僕、お会いしたことはないんですが、あの知り合いつながりで、えー、お電話して出ていただくことになりました。ね、沖縄では有名ですね、ガマフィア、あの遺骨収集をもう30年以上やられてる、うん、でもうこう最近はあのたくさん妊婦を出して、ですね、えー、あの大々的にこうやったりして。 うん今ちょっとご本を出されているのでそれを今読みつつ、ね、来週に備えておるんですがはい期待してくださいねあのー、はい、まあ、この放送が続けられる限りねえー、毎年毎年この時期はあのだんだんもっともっと上手になって今年2年目ですけどもやっていきたいと思いますんで終戦ぐらいまではねあのずっと。 えー、ゲストを呼びつつまたあの戦争のことについて話しながらっていうことを、えー、お送りしておきたいと思います。来週は、えー、具志堅高松さん、ガバフィア代表の具志堅高松さんゲストに来ていただきますのでぜひ、えー、皆さん聴いてください。さあそれではもう一曲お聴きください。リビングプレーズ風より、えー、ほむべきかな種の皆は。 ね何人かの方聞いていただいてありがとうございます、えー、山沢ニコニコ山沢ニコニコさん矢沢さん、うん、矢沢ニコニコさんこんにちはよろしくお願いしますちょっとコメントを送りつつのがうまくできなくてこういう喋りですいませんがよろしくお願いしますはいイエスキリストの愛に伝える福音放送なんですが Okay. Hey. 沢にこりこさんですね。はい。素敵な声ですね。ありがとうございます。いやーどうですかね。ありがとうございます。えー、なんかね一応福井放送ですから。なんか今日見言葉をね。見たいんですが何な,なでしょうね。 えー、今スペシャルおお送りりしております先ほどの曲は「褒ムビキから収納ミナワでしたさあまもなくエンディングが近づいてきましたすいませんちょっと10分遅れてしまいましたのでえー、はい、えー、矢沢ニコニコさん初めてですね熱、えー、いですが頑張ってくださいありがとうございますどこの方ですかねよかったらもう一回コメントくださいさあえっ、ー、とですねちょっと見言葉をね 読みたいいと思います聖書を読みになったかない方もいらっしゃると思いますが聖書素晴らしいですよこんなすごい本があったなんて私はあの今感動しております、えー、例えばですねこれ「殺さイ人への手紙」というのがあるんですがこういう言葉がありますえー、そうですね13、えー、3章13節から「互いに忍び合い 誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。アメン あの本当ですね私はもう,こう、悪意て、うん、敵、そうですね、悪意に完全に支配されてましたね、イエス様に出会うまで。で怒り、もう本当に捉えどころのない、もう怒り、まあ、その底にはこう悲しみみたいなものがあったんですけれどもこう、怒りがですね体中に充満しておりましたね。 はい、それがもう取れなくてですねもう怒るところがあったらどこでも爆発すると <laughs> まあその前はもうちょっとマシな時は、えー、怒りを発散する場所っていうかね怒り,怒り場所を探して歩いてたっていうかね世の中の不正ねもうなんかねマスコミでもあれ、まあ、僕そうそう僕マスコミ出身でしたからねまあちょっとあのなんかあのそういう マスコミあの有名マスコミみたいなのじゃなかったですけどあの叩くじゃないですかこうなんか叩くでしょ今も叩かれてるでしょね叩かれてると言いますよねあれはだって正義の鉄椎みたいな感じでですね自分の在り方もそうだったんだけどみんながみんなそうじゃないと思うんですけど僕の場合はあの僕の心の中にあの悪意あのこう人を 間違った人を叩くことによってこの自分をの正義をなんかこう正当化するっていう感じですね。うん。それはそうだよね。自分より間違った人がいたら自分の方が正し,正しいですよね。<laughs> まあ人と比べるってことですがそれだったですね自分は。で自分はそれで自分の正義だと思ってたので。んだからこのイエス・キリストに会った時にもう本当に目,こ目からカラーコンタクトが何か。 ボボロボロっと落ちましたね <laughs>。あの本当にいやいい年してねこんなことが起こるなんてもう本当にびっくりしましたああの変わったんですよ人間が心の中が変わっちゃったんですねまあそういうなかなか性格はねあのすぐには変わりませんでしたしまあ今でもねあのなかなか変わらづらい部分もあるんですけどでも心の中があの変えられてしまったわけですよ まあ心の中に神様が入っっっちゃったっていうことですけどねロボットじゃないですよ。自分は自分なんですけどね。ロボットになったわけじゃないですけど。だからこれは。あ目から鱗ってねあの矢沢さんこれあれですよ目から鱗ってあの聖書の中に出てくる言葉なんですよ。パウロっていうねあのキリストを攻撃してた人がねあのイエス・キリストに出会ってあのイエス・キリストを信じるようにカラッと変わっちゃうんですよ。 その時に目から鱗が、あの,鱗のようなものが落ちたって聖書にあのおよそ1900年前に書かれてるんですもうすでにこれが元ですよ、ね、聖書すごいでしょ「七転び八起」とかね「働くあざる者食うべからず」とかねこれみんな聖書から来てる言葉ですよね、うん、でもあの「革新」聖書の革新は愛なんですよ愛そして許しうん 人を許して愛するっていうねこれが確信なイエスキリストが見本ですからねはいでそうまあ自分はそれで変えられたんですけどね40半ばでねいやー遅ればせながらありがたかったですよそれでまあまあ78年なんですけどほんで、えー、こんな言葉がありますね「コリント人への手紙第25章17節誰でもキリストのうちにあるならその人は 新しく作られたものです古いものは過ぎ去ってみようすべてが新しくなりました。アメン本当ですよ目に見えないですけどね中身が変わっちゃうんですからでねその中身が変わったのがだん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 強められていくとあのこうそれが外にねにじみ出していくんです。っていうことですねそういうふうにありたいなあと思いつつ。 でもなんかいろんな方が今日えあのツイキャスだけですけどねあの来ていただいてありがとうございます,すね。あのまあ、聞いてくださいぜひ、ね、あのまね、あ、このキリストの福音放送キリストの愛を伝えるキリストの愛を伝える放送の中を借りながら今はねちょっと沖縄のこの時期戦争についていろいろ えこういう形でねお伝えしておりますがやっぱりでも人間が一番大事ですからね人間の気持ちが癒されたりあるいは本当にねひどいことをしてしまってもあの取り返しが効くってことですか取り返しがつかない罪というものは聖書の世界では存在しません。神様によってあの 清められたらどのような罪も許されるというのがこれがイエス・キリストの約束ですからイエス・キリストを信じたらどんな罪も許されて清くなるって、うん、そうなんですよだからね、うん、戦争体験いろんな体験があると思いますが、うん、加害体験も含めてね悲惨ですよ戦争ない方がいいですよ本当にこの苦しい思いしたコストを考えたらですね あの苦労して平和の状態をねあの自分の思いを抑えてでもですねあの平和にした方がねコストは低いですよ喧嘩したらその方のコストの方がかかりますよあの精神のコスト体力のコストお金のコスト本当ですよ、うん、そう思います私はだからね平和であった方がいいと思いますし、はい、平和な世の中になるように。 アプローチしたいと思います。さあ、まあもうおなく終わりです。明日は日曜日です。ぜひ教会に行って神様に触れてください。それでは来週楽しみに。ゴッドブレスユー。本当、平和が一番です。ね。手紙にニコさん、ニコニコがいいです。 終わりお疲れ様でした。これ、ね。気をつけて。うん、はい。うん、一応一応さんね言っとくかな。はい、鍵も作ってもらわないとい,いけないから。あ、なんか鍵ははい。もういや俺が言ってだって彼が言ったらもう、ま、告げ口してるんだよ。あれだから。